こんにちは、ピオ先生の漢方講座です。今回は鼻づまりに使われる3つの漢方薬についてお話しいたします。鼻が詰まって苦しいというのは辛いですよね。東洋医学では鼻づまりになる原因として、鼻の周囲において水分の巡りが悪くなっていると考えます。そのため水分の巡りを改善するために、体を温める、潤いを補充する、熱を冷ます、緊張をほぐす、余分な水分を排除するなどの働きかけをします。今回ご紹介する漢方薬は真武湯、真意聖杯湯、翼寒酸化陳皮半夏の3つです。では一つずつ解説していきます。まずは真武湯から。真武湯には温用利水の効能があります。温用利水とは、体の深部の熱源を温めることにより余分な水分を排除する働きを言います。これがどうして鼻づまりに関わるのかと言いますと、東洋医学では体の深部の熱である腎陽によって体の中の水分が温められて軽くなって巡っていると考えています。これはちょうどお風呂の水が温められて循環しているような感じです。お風呂の水が適量でも火力が弱すぎてしまうと、上は熱くなっていても下の方はまだ冷たいままということになりますが、これは火力が弱いために循環が弱くなっているからです。同じように人間の体でも、体が冷えてしまうと巡りの力が低下してしまい、余分な水分が体のあちこちに居座って停滞するようになります。そうなると鼻の周囲においても水の動きが悪くなり、鼻づまりになります。特に東洋医学では鼻とお腹は関係が深いと考えられていて、冷たい飲食物でお腹が冷やされてしまうと鼻の周辺の水の巡りに影響が現れて鼻づまりになる原因を作ると考えます。真武湯は腎陽を温めるとともに、お腹の中に停滞している余分な水分の巡りを改善して排除してくれますので、冷えて余分な水分が停滞している方の鼻づまりの解消に使われます。ちなみに真武湯は腎陽を温めて水の巡りを改善してくれますので、冷え性をはじめ尿が正しく出ない、めまい、下痢、お腹の痛みの解消にも使われます。続いては真意聖杯湯。真意聖杯湯には聖杯遮熱酸欠の効能があります。聖杯遮熱は体の表面に停滞した熱を冷まし、熱の滞りによる巡りを回復させることを言います。これがどうして鼻づまりに関わるのかと言いますと、甘いものや脂っこいもの、辛いものや味の濃厚なもの、アルコール類などの飲食を続けていると、体の中には余分な水分と熱の過剰によってドロドロの動きの悪い湿熱が生じ、それが鼻の周辺の水の流れを阻害するようになると鼻が詰まるようになります。真意聖杯湯は潤いを提供しながら熱を冷まし、下がった部位を発散させて通りを回復させ、停滞している水分や熱を下向きに引き下ろしますので、湿熱による鼻づまりの解消に使われます。湿熱は熱と水の性質を合わせ持っているため、熱だけを冷まそうとすると水の動きが悪くなって停滞するため悪さを及ぼし、水だけを排除すると熱がますます過剰になって、過剰な熱の影響が体に及ぼすようになりますので、真意聖杯湯のように熱と水を同時に解消する必要があります。ちなみに真意聖杯湯は表層の熱を冷まし、潤いを補充して巡りを回復させてくれますので、頭痛、不眠、皮膚炎、神経症などの解消にも使われます。そして翼寒酸化陳皮半夏。翼寒酸化陳皮半夏は調和寒皮、血痰の効能があります。調和寒皮は気の巡りを調整する寒気と、お腹の機能を調整する脾気の働きを調和させる働きを、血痰は体の中に停滞してドロドロした水分を排除することを言います。これがどうして鼻づまりに関わるのかと言いますと、体の中の水分は深部の熱によって動きの原動力を得ていますが、必要な部位へ届けるためには気の誘導が欠かせません。しかしストレスなどで気が滞るようになると
体の求めに応じて水分を正しく配ることができなくなるため、水の巡りが悪くなって鼻詰まりになります。また気が滞ることで余分な熱が生じると、川が干上がるように流れが悪くなって鼻詰まりになります。翼寒酸化チンピハニエは気の滞りを解消して、血や水の流れを体全体で改善し、停滞している余分な水分を排除してくれますので、ストレスなどで気の巡りが悪くなった鼻詰まりの解消に使われます。ちなみに翼寒酸化チンピハニエは気の滞りを解消して、お腹の中に停滞している余分な水分を解消してくれますので、神経過敏や精神の緊張による不眠、鼻詰まり、歯にしりなどの解消にも使われます。このようにこれらの漢方薬は鼻詰まりの解消に使われますが、それぞれの体質によって使う漢方薬が違うことから分かりますように、体質に合わない漢方を使うと悪化させますので注意が必要です。では今日の講座のまとめです。真武湯は体を温めて停滞している水分を巡らせることで、冷えによる水の停滞がある鼻詰まりの解消に、真意聖杯湯は熱を冷まし潤いを補充して詰まりを解消することで、熱感や乾きのある鼻詰まりの解消に、翼寒酸化チンピハニエは気の滞りを解消して気血を巡らせることで、ストレスなどによる気の巡りの悪化による鼻詰まりの解消に使われます。今回は鼻詰まりに使われる3つの漢方薬についてお話ししました。ではまた。